イン一郎は、日本の政策学者、慶応義塾大学総合政策学部教授。一般財団法人医療経済研究、社会保健福祉協会医療経済研究機構、副所長兼研究部長。元厚生労働省中央社会、保険医療協議会委員。専門は、医療政策と、意思決定、交渉領域。 問題発見解決のために諸科学を動員する総合政策アプローチを取っている。医療政策は休校生賞出校がきっかけで研究に従事するようになった。当初は医療政策の形成過程論、医療費分析等を中心に研究。日米の医療費支払い方式で吉村賞受賞。2009年の著書、社会的入院の研究では第52回日経。 経済図書文化賞第1回政策分析ネットワーク賞本賞を受賞した。2011年の生命と自由を守る医療政策では新しい医療政策の理念論を手掛ける。政策過程論、医療経済学、政策史、軽量経済学、社会保障論等にまたがる論考を展開し、政策マインドを持った研究者の育成を目指している。 大学と医療経済研究機構の双方で研究に従事し得られたエビデンスに基づくロビング活動を実施している。意思決定論領域はシカゴ大学経営大学院で行動科学的意思決定論を学んだのがきっかけで研究に従事。1992年の全米経営学会組織論部門で最優秀博士論文賞を受賞。慶應義塾大学では いち早く IT と組織の生産性、創造性に関する研究を行ったほか、学生ベンチャーの支援、指導を行い、教え子は数々のビジネスプランコンテストで入賞している。認知心理学、社会心理学、行動経済学、交渉論、組織論を融合する著作を出している。エビで基づくロビング活動も実施している巣に、R 意思決定論領域は、 シカゴ大学経営大学院で行動科学的意思決定論を学んだのがきっかけで研究に従事。1992年の全米経営学会組織論部門で最優秀博士論文賞を受賞。慶応義塾大学ではいち早く IT と組織の生産性、創造性に関する研究を行ったほか学生ベンチャーの支援、指導を行い、教え子は 数々のビジネスプランコンテストで入賞している。認知心理学、社会心理学、行動経済学、交渉論、組織論を融合する著作を出している。趣味はゴルフで、HC は片手シングルの5まで行った。読売年間2016年版、P359。ありがとうございます。